国語が、あ、キラリさん、どうも。うわー、涼しい。読めないけど文面力は高い。よし、ちょっと疲れた。お疲れ様です。遅い来るの、すみません。いい加減にしても。すみませんでした。寝てただろう。寝てないよ、午前中から動いてるよ。 ありがとうね、忙しいのに。ありがとう。はい、でもあんまり今ルール言うと祝電されてもいいんでしょ。許可されて許可もらった。ルールは別に勝手に食べてください。勝手に食べてくださいってどういうこと？賞金とかないんすか？食べてください。え、大盛りでいいって言ったじゃん。だってどういうこと？大盛りでいいって言ったじゃん。何大盛りって？それ以上角度動きませんよ。どういうことこれ？これ食べきったら無料になるとかないの？デカ盛りっていうだけですよ。え、時間内にとかないの？うん、あ、うん、じゃねえよお前。盛り下がるだろそれじゃ。だってさ、急なんだものさ。デカ盛り探して、ここがさ、一番わかりやすかったんだもん、場所が。ああ、いいよ。早食いじゃないってことね。で、うん、食べきったらいいってことでいいじゃん、じゃあ。うん、適当だな、ほんと。私に任せるのが悪いんだよ。もうちょっとなんか、時間制限とかあった方がチャレンジ系でいいけどね。いいじゃないですか。じゃあ勝手にこっちが時間決めればね。それデカ盛りで多いんでしょ。うん、じゃあいいよ、食べてやるから。よし、行け。だってさ、配信だってさ、ダメですとか言うつか。俺そっちの方まで行って、俺今日どうするの？知らないよ。あ、またお前家に呼ぼうとしてる。呼ぼうとしてないよ、すっちゃかめっちゃかなんだから。お前家の近くじゃねえか、お前そこ。近くとか言わないでくれるね。あ、まあ、また呼ぼうとしてるでしょ。してないから、大丈夫だから。ないの、どっか東京で近くに。だから自分でさ、これでいいじゃん。これ言っといてよ。うわ、グルメ祭り。いつ、あ、違う、え、何日かやってるじゃん。これ言っといてよ。え、これ言っといてよ。これ言ってきな。激辛？うん、これ言っといて。明日バンジー予約して。このぐらい40度近い中で激辛言っといて。明日バンジー予約して。うん、4時半まで電話して、自分で。今して。受付4時半までだからして。今して。今して。車止めてして。俺今止めらんないでしょ。この前3000やったろ。付録ありがとね。タオルないの、汗でベタベタ、髪がもうカッパみたいになってるけど。雑巾なら、ティッシュでいったね、うるさいな。取れない、タオル買って。カッパみたいになってる。うん、ちょっと前じゃ、はげちゃってんだから。はげてねえわ。せっかくアイロンやったのに。何それ。何？汗拭きシート。汗拭きとかいいんだ。髪の毛は乾かしたいんだよ、俺は。エアコンの前にいりゃいるんじゃ。これ返して。これピッピー、ごめんね。ほら、ピッピされたじゃないのよ。とにかくでも量がやばいね、これ。多分2キロぐらいあるんじゃない、おそらく。おそらく2キロだと思う、これ。ホームページ見ると。うん、
キロのラーメン食べます。で、食べれなかったら金髪坊主で OK でしょ。よっしゃ、腹も減ってるし、働きづめ、斜面似合わないってこと。これなんだよ、今日道が。めちゃくちゃ混んでる。あれ、画面見して。エアコン下げて。ザーッと見せる。あれ、おさんな。ん？おさってな。うわ、醤油豚骨ですね。醤油豚骨じゃないですか。イラつく、このまま帰れない一人で。これとかすごいけどね。でそばと普通のラーメンでどっちがカロリー高いの？混ぜそばとラーメン選べるけどどっちにしようかな。冷やし中華もあるでしょ。ラーメンのが大変。混ぜそばにしようかな。油そばで、あれきつかったけどね。汁あった方が得意なのって俺不思議だよね。汁ありにしようか、ラーメンにしようかな。でも混ぜそばの方が食べやすいよな。混ぜそばの方がきついのか。普通ラーメンにするわ。じゃあまあなんか食う、おごってやりよ。食えよ、せっかく食うなら。あ、ヒゲ生えてる、一個長い。うそー、そこじゃない、鼻の下。鼻の下もう剃りたい。ゼロな、一本長いヒゲが金髪じゃないのこれ。うん、剃りたい。毛抜き抜いちゃった。寝ちゃったじゃない、下ろしちゃった。まあいいよいいよ、冗談だって。鼻毛これ。鼻毛じゃない。抜けた。抜けた、わかんない男性ホルモンが多いのかな。もうほんともうさ、もう疲れたよ。それか、あのホコリとか吸いすぎて吐いたかね。しょうがないけどな、ヒゲ。案内してな。ナビはそれ見ながら危ないから、お前が手に持って案内して。じゃあいい、自分で運転する。次どっちとか分かりづらいもんなこれ。 いいよ、変わったゲーム。止まれとこ、寄って。前が進まない。よしよし、疲れてんのか。あれ閲覧が伸びないんだ。
アンチが800いかない作戦やってるな。これまずいな。内輪は顔が赤くなる。いや、ちょっとやばいんじゃない。これスープはちょっと勘弁してよ。スープはスープまではちょっと厳しいんじゃないですか。ちょっとウェブで見たら閲覧にならないのかな、バチって。ウェブで見てるな。どういうこと？お、チャミコいらっしゃい。あ、汁は飲まない。まあ、汁はまあ飲む気でいくけど、汁ぐらいは勘弁してよ。太っちゃうじゃん。汁まで行く？バンジー電話してきゃ。止まれ、運転してやるからなあ。いい、いいの？友人だっけ。制限時間は30分。リオニャン、こんにちは。だってこんにちは。いやー、ポーズが何よりも嫌だわ。太る？約束守り、クリアするから。あと1時間イベント1位になっても坊主にするよ。はい、何ネムネムさん、坊主にさせてやろうとしてる。怖い怖い。あ、一つありがとうございます。坊主になったらちょっとな、色気なくなるな。でもこれテロップが間違ってるよ。俺閲覧800いかなかったら坊主にする。食べれなかったら別に何もないんじゃない。食べれなかったら何もないんだけどね。まあ、食べれなかったら食べれなかった罰ゲーム。まあ、ちょっとやばい。もう人からで閲覧減らしすぎたね。両方でいいよ。じゃあ明日予約取れない。11。ああ、11無理。みや、遠くも予約取れない。どうぞ。そんなに人気あるの？下がる。女の子分かるよね、気分が下がる気持ち。